こんにちは、司会のマリサだぜ。アシスタントの霊夢です。このチャンネルにお越しいただきありがとうございます。さて、今回は前回に引き続いて黒田官兵衛を解説していくぜ。前回は1年に及ぶ監禁からようやく救出されて、また毛利と戦いが始まって、備中高松城を落城寸前に追い込んだとこで、本能寺の変が起きちゃったのよねっていうとこまで解説したんだっけな。あの信長が死んじゃったわけだから、秀吉はどれだけショックだったかはもう想像つかないわ。わけわかんねえ身分の自分をここまで引き上げてくれた大恩人でもあるからな。さて、信長の死を聞いてフリーズ状態の秀吉、そんな秀吉のそばにいた官兵衛はどうしたのかってとこから解説を再開するぜ。例によって前編を見てない人は、まずそっちを見てからこの動画に戻ってきてほしいぜ。よろしく。本能寺の変の知らせを聞いた秀吉は、さっきも言った通り完全に思考停止の状態で、そこを過ぎてからはギャン泣きし始めて、俺も信長様の後を追って切腹する。って感じで、もうどうしようもない状態だったそうだぜ。完全に情緒がおかしくなってるわね。そんな秀吉を見て、官兵衛が声をかけるぜ。秀吉様、しっかりしてください。信長様のことは大変残念です。しかし、これは運が開けたとも言えます。今すぐ機内に戻って明智と一戦交えるべきです。秀吉様、私の言ってる意味、わかりますよね。まあ諸説あるのだが、こんな感じの言葉を官兵衛は秀吉にかけたそうだぜ。そしてこの官兵衛の言葉を聞いて秀吉は我に返ったそうだぜ。お、秀吉復活。官兵衛と正気を取り戻した秀吉は即座に行動を開始するぜ。でも機内に戻るには、まず目の前の毛利をなんとかしないとね。そうだな。秀吉サイドとしては、毛利が信長死亡の情報をつかむ前に話をつけないといけないぜ。官兵衛は深夜にもかかわらず毛利側の交渉役暗黒寺衛兄を呼び出し、しれっと講和交渉を再開するぜ。以前の講和交渉では織田毛利の領土境界をどこにするかで揉めていたようだが、それも後でいいから、とりあえず高松城城主の清水宗春が切腹すればこっちは撤退しますよ。って感じで官兵衛は暗黒寺衛兄に話を持ちかけるぜ。衛兄はこの話を持ち帰り、吉川元春と小早川高影の了承を得て、さらに近くの猿ヶ城に来ていた毛利輝元もこれを了承。毛利軍と秀吉軍は互いに人質の交換を行い、その日の正午過ぎ、湖と化した高松城で船に乗った清水宗春が切腹。これで両軍の講和が成立するぜ。この隙に秀吉軍は大急ぎで撤退の準備を開始、2日後には撤退を開始しているぜ。してやったりね。一方で毛利側が信長の死を知ったのは清水宗春が自陣した後だったらしいのだが、信長の死を知った吉川元春は、なんだと、だったらこんな講和意味ねえよ、さっさと秀吉に追撃を食らわすぞ、と言ったらしいが、弟の小早川高影は、秀吉とはさっき約束交わしたばっかでしょう。生死の隅も乾かないうちに保護になんてできませんよ。と主張し、結局毛利は秀吉を追撃しなかったのだぜ。吉川元春が言ったみたいに追撃かけてもよかったように思うけど、追撃に反対した小早川高影は、瀬戸内海を主に担当していて秀吉軍とは何度もやり合っていたのだぜ。彼は秀吉軍の実力を客観的に評価してたんじゃないかな。なるほど。追撃に対して秀吉と官兵衛が何らかの備えをしているかもって懸念もあったのかしら。とはいえ、どうして毛利軍は秀吉を追撃しなかったのかについては諸説あるんだけどな。ちなみに吉川元春はマジで秀吉が嫌いだったらしいぜ。あ、それで吉川家って豊臣政権下では扱いがいまいちだったのかしら。かもな。まあ、それはちょっと置いといて。官兵衛は講和成立の際、小早川高影の陣城を訪れ、毛利の旗を20本ほど貸してくださいと頼んでいるぜ。旗なんか借りてどうしようってのよ。それはおいおいわかるぜ。秀吉と官兵衛は毛利軍の追撃を警戒、毛利軍の撤退を1日かけて確認するぜ。やっぱそこはきっちり警戒してたのね。そして毛利軍の撤退を確認を、ここから秀吉軍約2万5000は明智光秀と戦うべく超高速で機内へとかっ飛んでいくぜ。6月6日午後2時頃に撤退を開始した秀吉軍はその日のうちに備前の沼城に到着。次の日の早朝には沼城を立つと8日の早朝には姫路城に到着するぜ。それってめちゃくちゃ早くない？ああ、むちゃくちゃ早いぜ。一昼夜で約55キロを駆け抜けたわけだからな。は、早すぎる。そして姫路城で休息中、秀吉は姫路城に備蓄してあった米8万5000石、金800枚、金750貫を惜しげもなく兵たちに分け与えてしまうぜ。なるほど。ここまで全力疾走してきた兵たちの士気を維持するためってわけね。そして翌日には姫路城を出発、そこからたった2日半で尼崎まで到達してしまうぜ。今度はだいたい80キロぐらいかな。なんちゅう無茶なことを。ともかく秀吉軍はなんと1週間とかからずに高松城から機内まで到達してしまうぜ。マジで一体どうやったらこんな早く機内まで戻ってこれるわけよ。それについては昔から謎ではあったそうだが、最近になっていろいろ分かってきたこともあってな。前編で大毛利との一大決戦のために信長が出陣するって話があったろ。ああ、大雨からの大洪水でお流れになったやつね。秀吉はいずれ信長が中国地方に出陣するであろうことを見越して、信長の進軍ルートの街道を整備し、各拠点に信長の御座所を設けそこに兵糧や武器の備蓄をしてたらしいのだぜ。街道は信長が大軍を率いて移動しやすいようにかなり幅広に整備されていたそうだぜ。あ、なるほど。秀吉はそれをうまく使って機内まで戻ったってことね。そうだな。
これで補給の心配なく兵たちは身一つで整備された広い街道で全力疾走ができたようだぜ。武器や兵糧は各所の補給ポイントで補充しながら移動していた可能性があるってことね。そうだな。結構各拠点でしっかり休憩も取っていた節もあるようだしな。全力疾走、拠点でしっかり休憩、そしてまた全力疾走って感じで機内まで高速でたどり着いたと。これが後の世に中国大返しと呼ばれる超絶強行軍の秘密だったかもしれないぜ。で、まさか秀吉がこのスピードで戻ってくるとは全く想定していなかった明智光秀は非常に困った状況に陥るぜ。各地に派遣された織田家の宿老たちがすぐ機内に戻ってこれる状況じゃないって想定で信長を襲っちまったわけだしね。尼崎までたどり着いた秀吉は大慌ての明智光秀陣営を切り崩すべく、ここでとんでもねえハッタリをぶちかますぜ。ハッタリってどんな感じの？信長の遺体が見つかってないのをいいことに。信長は本能寺からの脱出に成功、嫡男の豚だと共に健在である。って感じの書状を光秀派の摂津の武将たちにばらまくぜ。いやいや、摂津なんて今日からそこまで離れてないし、みんな信長が討ち取られたなんてとっくに知ってるでしょ。その通り、みんなとっくに知っていたはずだぜ。けど遺体は見つかってないってのも事実だぜ。っていう状況で、万が一信長が生きていたら、光秀に味方した武将たちは後で一体どんな目に遭わされると思う？ま、間違いなく一族ごとこの世から消滅させられるわね。さらにここでダメ押しの官兵の秘策が炸裂するぜ。官兵は兵庫に着いたあたりから毛利の旗を陣の先に立て始めていたのだぜ。さも毛利が秀吉に味方してますって見えるようにな。これで態度を決めかねていた武将たちは雪崩を打って秀吉陣営に着いたそうだぜ。うわ、効果的面。秀吉は大阪にいた信長の三男信孝、庭長秀とも合流、さらに有岡城の池田恒興も加わり、秀吉陣営は4万を超える大軍になるぜ。一方の光秀は摂津州を秀吉に引っこ抜かれた上、各地に兵力を分散していたことも災いし、1万6千程度の軍勢にとどまっていたぜ。いくら戦上手の光秀でもこれじゃね。秀吉、光秀の両軍は山崎にて激突。この戦いは明智光秀の動画でもやったしさらっと行くが、序盤こそ光秀は前線したようだが次第に押され、結局秀吉の勝利で幕を閉じるぜ。確か逃亡の最中光秀は命を落とすのよね。これで信長の仇を討った秀吉だったが、この後だけ宿老の筆頭であった柴田勝家の呼びかけで、清須に宿老たちが集まり織田家の今後を決める会議が始まるぜ。清須会議ってやつね。この時官兵も秀吉に従って清須入りしているぜ。柴田勝家は信長の三男である信孝を後継者に推すが、秀吉は亡くなった信忠の嫡男三法師を後継に推し、会議に参加していた庭長秀、池田恒興もこれに同調。勝家に長浜城を含む秀吉の持っていた北近江の領地を渡す条件で三法師が後継者となるぜ。秀吉は三法師の後見人に収まり、織田家に大きな影響力を持つことになるぜ。北近江の領地はもったいないけど、これはこれでオッケーよね。勝家との問題が一旦落ち着いた頃、秀吉は棚上げになっていた毛利との領土境界確定交渉に動くぜ。秀吉は交渉役として官兵と蜂須賀正勝を派遣、毛利側の交渉役、安国寺家との話し合いが持たれるぜ。しかし交渉は難航を極めたようだぜ。あらや、どうしたのよ。この頃にはとりあえず落ち着いた柴田勝家との関係がかなり悪化してきていてな。勝家は秀吉の敗を脅かすべく、毛利を自陣に引き込もうと交渉を始めていたのだぜ。なるほど。秀吉の足元を見た毛利側が強気に出て交渉が難航したって感じね。この時の交渉の様子は毛利側の資料に残っていて、秀吉と勝家、両方からモーションかけられてるけど、どっちが勝つかわかんねえからとりあえず様子見っか。っていうスタンスを毛利は取っていたようだな。さすが毛利家、したたかね。そういう相手に交渉を有利に持っていくのはいくら官兵でも難しいぜ。秀吉もこれ以上は無理と判断、官兵たちに帰国を命じているぜ。秀吉陣営は背後に不安を抱えたまま勝家と争うことになるわけね。一方の勝家だが、清須会議の時に秀吉から譲られた長浜城破調約によってあっさり秀吉に奪われ、それならと伊勢で滝川一益に挙兵させ、勝家の本拠地越前と伊勢から強撃を目論むが、この時期の越前は大雪に見舞われ、勝家は足止めを食いその計画も頓挫してしまうぜ。あら、勝家側もちょっとちぐはぐな感じね。そして雪解けを待って勝家が近江に向かって進軍、秀吉、勝家両軍は静ヶ岳にて激突するぜ。この戦いは佐久間森政の動画で語ったのでこれまたさらっと行くが、秀吉は勝家の進軍に合わせて大垣まで兵を動かしてきた信長の三男信孝に対応するため一旦そっちに移動するぜ。その隙をついて佐久間森政が要衝大岩山を攻撃、見事に大岩山を占拠するのだが、そこであの中国大返しを再現したような超高速移動で静ヶ岳の戦場に舞い戻ってきた秀吉軍に散々にボコられ、勝家軍は敗北するぜ。勝家はこの後北の省城に追い詰められて自陣するのよね。大体こんな感じの流れなのだが、意外なことにこの静ヶ岳の戦いでの官兵の活躍はあんまし伝わっていないのだぜ。あれ？もしかして参加してなかったの？いや、参陣してたのは間違いないらしいが、どうも進軍ルートの確保のために砦をぶっ壊したくらいで、他の戦闘の記録は全然残ってないようだぜ。一体どういうことかしら。まあ官兵の活躍のほどは定かではないが、秀吉は柴田勝家を滅ぼしたことでさらに大きく勢力を拡大していくぜ。
勝家を下した秀吉は京の大徳寺で信長の一周忌の法要を済ませると官兵たちを大阪まで連れて行き、石山本願寺の焼け跡をチェックしているぜ。焼け跡なんかチェックしてどうしようってのよ。ここに城を築くためだぜ。あ、そうか。ちなみに秀吉はかつて信長が安土から大阪に城を移す構想を持っていたのを知ってたようだぜ。そしてこの城の府心総奉行として官兵が指名され、大阪城建設計画の統括を担うことになるぜ。この時秀吉は官兵に五箇条の掟書きを渡しているぜ。これはかつて秀吉が行ってきた城の不振を振り返り、その改善点を官兵に示したものだそうだぜ。そして官兵は秀吉が示した改善点を見事にクリアにし、とんでもない化け物城を作り上げるぜ。名城大阪城の誕生ね。官兵は大阪城建設プロデュース業の傍ら、勝家との争いの影響で中断していた毛利との交渉にも従事しているぜ。官兵お忙しじゃないの。でもって、この辺から秀吉って人使い荒くなる印象あるわよね。官兵は賤ヶ岳の戦いでの勝利を毛利の交渉役暗黒寺へ慶に届けているぜ。そしてその後秀吉自ら小早川隆景宛に長文の書状を送りつけているぜ。長文ねえ。で、内容はどんな感じだったの？かいつまんで言うと、柴田勝家はぶっ潰してやったぞ。これ以上は目を怒らせるんじゃねえぞ。って感じだな。今回はえらい強気よね。こんな感じで毛利との領土確定協議が再開されるぜ。秀吉サイドは官兵と蜂須賀正勝、毛利サイドは暗黒寺家と林成長が出席、2対2の状況で交渉が進められたそうだぜ。秀吉サイドは備中美政香に加えて、伯耆出雲備後と5カ国の割譲を毛利サイドに要求するぜ。これはまた偉いふっかけたわね。さすがにこれは毛利サイドに拒否られると、今度は備中美政香伯耆の3カ国の割譲と譲歩を見せるぜ。最初にふっかけといて次は妥当な提案をする、交渉の常套手段よね。しかし毛利サイドは美政香1国の割譲は飲むが、備中伯耆についてはどっちも半分の割譲しか応じないって姿勢だったぜ。またこじれてきたわね。ここで秀吉サイドは毛利サイドに大幅に譲歩し、毛利の出した条件で交渉はまとめられるぜ。あら、交渉再開当初と違ってなんか弱気な対応ね。実はこの頃信長の次男信雄が徳川家康と組んで秀吉に敵対行動を取るようになってな。秀吉サイドとしてはさっさと毛利と話をつけて、信雄と家康に対応したいってのが本音だったようだぜ。でもちょっと毛利に譲歩しすぎじゃないの。おそらく秀吉と官兵はこの辺から日本の統一を意識し始めていた節があって、当時の物流の大動脈だった瀬戸内海に強い影響力を持っていた毛利はぜひ味方に引き込みたいと思っていたようだぜ。家康や信雄と敵対を始めたってことも考えると、この程度の情報で毛利を味方に引き込めるなら特に高い買い物って感じもしなかったんじゃないかな。なるほどね。ともかく、これでようやく毛利とは話がついたってわけね。一応話はついたんだが、毛利の家臣の中にこの交渉結果に納得せず、自分の居城に居座る奴らが続出してな。官兵と蜂須賀正勝はその対応のため中国地方に残らざるを得なくなってしまうぜ。そしてこの間に秀吉と家康の間で戦端が開かれ、小牧長久手の戦いへと発展するぜ。数の上では圧倒的に秀吉方が有利だったのだが、官兵不在が影響したのか家康方相手に攻めあぐねる状態で戦況は推移していくぜ。そして家康の本拠三河への攻撃という安直な作戦を主張した池田恒興はまんまと家康に迎撃され戦死、戦況は膠着状態に陥ってしまうぜ。官兵が現場にいたらきっと反対したでしょうね。多分な。家康をねじ伏せられなかった秀吉は仕方なく信雄と講和、なんとか家康を孤立させることに成功するぜ。局地戦では負けたけど、大局的には勝ったってことね。家康をなんとか心中させた秀吉は奇襲も平定、次のターゲットを四国に大勢力を築いていた長宗我部元親に定めるぜ。秀吉は官兵の検索を受けことを穏便に済まそうとし、ある程度の脅しもかましつつ交渉による解決を目指すぜ。秀吉は長宗我部側に対して、伊予と讃岐を返上したら土佐とあわわ安堵するよ。と要求、しかし長宗我部側はこの要求に難色を示し、伊予一国の返上なら応じると返答してくるぜ。困ったわね。秀吉も毛利との交渉とは違い、譲歩する気はさらさらなく交渉は決裂。秀吉は10万を軽く超える大軍を四国に送り込むぜ。対する長宗我部軍も4万の兵で秀吉軍を迎え撃つぜ。秀吉軍は合わさぬき伊予の3方向から四国に上陸、官兵は浮田秀家、蜂須賀正勝らと共に讃岐方面から四国に上陸しているぜ。そして官兵と蜂須賀正勝が粘り強い交渉の末、ようやく味方に引き込んだ毛利軍が今回秀吉帰化として初参戦しているぜ。これは心強い味方ね。長宗我部元親は阿波の白地城に本陣を置き、全軍の指揮を取っていたぜ。元親は讃岐から阿波に通じる要衝、上田城を秀吉軍が狙ってくると読み、ここに2500の兵を配置。上田城をわざと囲ませた後、自ら白地城を出てその背後を突くというプランを立てるぜ。さすが土佐の出来人、考えたわね。官兵要する讃岐方面軍は順調に進行、浮田軍の活躍もあり周辺の城を次々落としていくぜ。いや、これで上田城まで行っちゃったら元親の思うつぼじゃないの。しかし落とした城から逃げていく兵たちがことごとく上田城に向かう様子を見て、官兵は元親の作戦を読み切ってしまうぜ。官兵はこの時点で讃岐の小さい城の攻略を中止し阿波に転進、長宗我部の阿波における主城岩倉城を狙うぜ。
元地下の作戦は空振りに終わったわけね。しかしこの岩倉城はかなりの堅城で、首相の長宗我部親吉も猛将として知られていたぜ。官兵たちは阿波方面軍の副将橋場秀次と合流。官兵は城攻めの方法を秀次から尋ねられるぜ。城の作りを確認した官兵は、ああ、この城は力攻めじゃ無理っすね。味方の被害が増えるだけですよ。頭使って落としましょ。という感じで官兵はまず城を見下ろすくらいのバカ高い城楼を作るぜ。そこから城内めがけて鉄砲の乱射を食らわすぜ。城より高いとこから射撃って、籠城してる意味がないじゃないの。そうだな。城壁やら堀やらの遮蔽物のない状態で狙い撃ちされるわけだから、城兵たちはさぞビビったろうな。ついでに兵たちには時の声を上げさせ、岩倉城内の兵たちをさらにビビらせまくるぜ。これは立ち悪いわね。それでも長宗我部軍は19日ほど耐えたようだが、ついに根負けし、官兵の降伏勧告を受け入れるぜ。阿波の主城であった岩倉城が落ちたことで周辺の城もどんどん落城していくぜ。さすが官兵。四国の他の地域でも秀吉軍は優位に戦いを進め、日地も察地も行かなくなった長宗我部元親は秀吉軍の大将橋場秀長の降伏勧告を受け入れるぜ。四国平定完了ね。この間官兵のボスの秀吉は関白に就任、関白の立場を使って日本統一へと加速していくぜ。そんな秀吉の元に九州の大友宗麟が泣きついてくるぜ。あ、確かこの頃の大友家って島津家にぐいぐい来られてとっても困ってた時期よね。そうだな。秀吉は大友宗麟の要請に応じて九州に停戦命令を発令するぜ。さっさと戦やめねえとやっちまうぞ。って脅しも込みでな。けどあの島津家がこんな脅しにビビるわけないもんねー。秀吉に泣きついてきた大友家は当たり前に停戦命令を守ったのだが、島津家の方は停戦命令をガン無視して大友領内を荒らしまくるぜ。そういうわけで秀吉もついに実力行使に踏み切るぜ。九州征伐の始まりね。官兵は先方の一人として九州に向かっていたが、その間も大友家は島津家の猛攻にさらされていたぜ。島津家の猛攻を若き名将立花宗茂が立花城で食い止めているとき、ついに毛利勢を中心とした九州征伐軍が到着するぜ。これで形勢逆転ね。官兵は九州上陸後、武前のウルツ城攻めで活躍、秀吉から感情を与えられているぜ。けどこの城攻めの時、官兵はかなりエグい殲滅戦を仕掛けたそうだぜ。エグいって言うと、どの程度やっちゃったのかしら。城兵1000人は打ち首、それ以外の男女は全員張り付けって感じだな。うわぁ。とはいえこの殲滅戦が効いたのか、この後は島津方への調略がうまく成功し、九州征伐は順調に進行していくぜ。見せしめがうまくいったってことね。そしてついに秀吉も九州に到着、秀吉軍は日向寺と肥後寺に分かれて島津の本拠地薩摩を目指すぜ。官兵は秀吉の弟秀長と共に日向寺方面の部隊に編成されていたぜ。官兵と秀長らは阿賀田城を落とすと耳川を渡って高城を包囲するぜ。オッケー、順調ね。しかし、このままやられっぱなしの島津軍ではないぜ。鬼島津こと島津義弘を中心に2万の軍が高城を救うべく進軍してくるぜ。島津義弘は夜襲による一発逆転を狙っていたようだな。さすが鬼島津、ここで仕掛けてきたわね。しかし、さすがの鬼島津も今回はちょっと相手が悪かったぜ。島津軍の動きを読んでいた官兵は島津軍の進軍ルートの根城坂に伏兵を配置、反対に奇襲を食らわして島津軍を追い散らかしてしまうぜ。あの鬼島津を手玉に取るなんて、官兵キレキレな感じね。四国征伐の頃からなんかゾーンに入ってる感じがするな。この敗北でとうとう島津家も抵抗を諦め、当主義久は頭を丸めて降伏を申し入れるぜ。九州征伐ここに完了ね。九州征伐を終えた秀吉は参陣した諸将に対する論功交渉を行うぜ。これによって官兵は元の3万石から武前を中心に12万石が加増されるぜ。あら、12万石。これまでの活躍ぶりを考えるとなんか少なくない。さあどうだろうな。けど黒岳の資料の編纂者も同じ印象を持ったようだな。秀吉が官兵を警戒してたからだとか、石田三成が秀吉になんか吹き込んだからだとか、いろいろと書かれてはいるぜ。黒岳ゆかりの人から見たらそんな感じになるわよね。けど研究者さんの中には、3万石から12万石に加増されたってことは計算上は3倍増ってことだから。まあ、そんなもんじゃね。としてる人もいるようだぜ。妥当な加増かどうか判断が難しいってことかしら。でも秀吉が官兵のことをそれとなく警戒し始めたのはあるかもな。確かに加増されたって言っても中央じゃなくて九州だしねー。まあ当の官兵は特に文句も言わず従ったようだがな。で、九州に新たな領地を与えられた官兵だったが、初めに入った馬ヶ岳城は領地の西の端っこですこぶる不便な場所だったそうだぜ。いくらなんでもここじゃ領国経営に支障が出るって言うんで、官兵は領地の中央に位置する中津に新たに城を築くことにするぜ。この中津は近くに港もあって、さらに付近の平野は豊かな穀倉地帯が広がるとてもいい場所だったようだぜ。さすが官兵、いい場所チョイスするわね。官兵はこの中津城築城とともに、領内での検地も実施しているぜ。で、これが後々問題になってくるぜ。あら、どうしたのよ。この時官兵は肥後で起きた一揆の鎮圧に参加していたのだが、官兵が留守の間に黒田領内でも検地に不満を持つ黒人たちによる一揆が発生してな。留守を任された黒田家の家臣たちは鎮圧に当たるが、一揆の規模はどんどん大きくなって収拾のつかない状態になるぜ。
官兵衛は急遽御前に舞い戻り、毛利家の援軍と共に鎮圧に当たるぜ。特に黒人領主の一人宇都宮重房は頑強に抵抗しているぜ。彼は九州征伐の際、秀吉に味方したにもかかわらず、戦後の論功行賞で先祖代々の支配地、紀伊谷を追われたことにすこぶるムカついていたらしいぜ。で、官兵衛の留守を狙って放棄、紀伊谷を占拠してしまったのだぜ。そしてしつこく抵抗を続けていると、というような状況の中、官兵衛の嫡男長政は紀伊谷への攻撃を進言するぜ。しかし官兵衛はすでに紀伊谷が要塞化されており、簡単には落とせる状態ではないとし、長政の進言を却下するぜ。確かにその状況で無理に攻めてもダメよね。しかし長政は官兵衛の命令を無視し、2000の兵を率いて紀伊谷の周辺の城に攻撃をかけるぜ。で、案の定ボコられて半数近くの兵を失ってしまうぜ。ちょっと長政、何やっとんじゃ。宇都宮重房はなおも抵抗を続けるが、毛利からの援軍も到着し、さすがにヤバいと思ったのか、官兵衛に人質を差し出し、降伏を申し出たそうだぜ。これでこの件はようやく解決になりそうね。しかし重房にボコられた長政の気持ちはこれでは収まらなかったようだぜ。なんかとっても嫌な予感がするんだけど。長政は宇都宮重房を何らかの理由をつけて中津城に呼び出すぜ。そして長政は重房と対面し、酒を飲ませて油断させると、突然家臣に切りかからせるぜ。さらに自らも刀を抜いて切りかかり、重房を殺害してしまうぜ。やっちまいやがった。さらに長政は城下の豪岩寺という寺に待機していた重房の家臣たちにも刺客を放ち始末してしまうぜ。惨劇はこれでは収まらず、長政は紀伊谷にいた重房の一族と家臣も捕獲すると、中津城近くの河原で貼り付けにしてしまうぜ。そこまでやるか。ちなみに重房の家臣が襲われた豪岩寺の壁は襲撃事件の際に飛び散った血で赤く染まり、以降いくら消そうとしても赤くなってしまうため、ついには壁そのものを赤く塗ってしまうことにした、って逸話が残っているぜ。こうして黒田領内で起きた一揆は非常に後味の悪い決着を見ることになるぜ。そしてこの事件の直後、官兵衛は長政に家督を譲り、隠居する決意を固めたようだぜ。あら、ちょっと早くない。一体どうしたのよ。官兵衛はこの時44歳で、嫡男の長政は22歳だぜ。確かにちょっと早いかもしれないが、隠居の決断をするにあたり、まあ官兵衛自身もいろいろと思うことがあったようだぜ。思うことって何よ。一つは例の宇都宮重房謀殺事件だな。官兵衛はこの後味の悪い事件の責任を取る形で隠居しようとしたって可能性があるぜ。息子のやりすぎの責任を取ったってことかしら。もう一つは自分の身を守るためだぜ。それどういうことよ。どうもこの頃豊臣政権内で官兵衛の活躍や才能を妬む奴がいたらしくてな。秀吉ですらも官兵衛を警戒してるような素振りもあって、いい加減官兵衛もそういう状況に嫌気がさしてきていたようだぜ。それでもう長政にバトンタッチして自分は身を引こうって決断をしたと。けど秀吉は官兵衛を警戒しつつも日本統一のためにはまだまだその力を必要としていたようだぜ。というわけで秀吉は黒田家の家督の継承は認めるが、官兵衛が一線を引くことは許さなかったぜ。官兵衛の立場からすると複雑よねー。けど四国九州と平定したことで、秀吉による日本統一事業は大詰めを迎えつつあったぜ。秀吉は真田昌幸と北条氏が領土問題で揉めたのをきっかけに小田原征伐を決定、全国の大名を動員し20万を超える軍勢を派遣するぜ。日本有数の県城、小田原城を攻略するため秀吉は小田原城を見下ろす笠懸山に城を築城、じっくりと北条氏を追い詰めていくぜ。さらに秀吉は小田原城周囲の市城軍を一つずつプチプチと潰していき、小田原城をほぼ孤立させてしまうぜ。周りの城から支援が受けられなくなったらいくら小田原城でも持たないわよね。そして秀吉はいよいよとどめを刺しにかかるぜ。20万の超大軍でフルボッコね。いや、いくら周りの市場ネットワークを断ち切ったとはいえ、強固な防御機構を要する小田原城に対しての力攻めは無謀の極みだぜ。まあ落とすのは可能だろうが、味方の被害も凄まじいもんになるだろうな。どうにかして北条サイドに抵抗を諦めさせることが一番合理的な方法だな。そして、それを可能にする人材が秀吉側にはいるのだぜ。わかった。ここで官兵衛を投入ね。そういうことだぜ。秀吉の命を受けた官兵衛はあらかじめ北条家のトップである氏政氏直親子に贈り物をし、階段をセッティングするぜ。そして丸腰で小田原城に乗り込むと北条親子の説得を開始するぜ。さすがにその場で返事はもらえず、特に父の氏政の方は徹底抗戦を主張してたらしいが、源頭氏氏直の方は降伏を受け入れる気があったようだぜ。結局北条氏は降伏を受け入れ、小田原城の開城が決まるぜ。これで小田原征伐も完了ね。そして奥州市沖、久野辺政真の乱鎮圧を経て、ついに豊臣秀吉によって日本は統一されるぜ。これで戦の世が終わるのね。って、終わんねえんだったわ。そうだな。これもまあ、このチャンネルのいつもの流れになるのだが、日本統一を成し遂げた秀吉は次の目標を朝鮮、そして明に定めるぜ。秀吉は肥前に名古屋城を築城し、明朝鮮攻略の前線基地とするぜ。文禄の役が始まっちゃったわね。官兵衛にも都会の命が下り朝鮮に渡ってはいるものの、すでに家督を長政に譲っていたこともあって、この時の戦闘では長政が中心になっていたようだな。それに官兵衛は都会して間もなく体調を崩してしまって、秀吉の許可を得て名古屋に戻っているぜ。あら、官兵衛大丈夫かしら。まあこの時は大丈夫だったようで、体調の回復した官兵衛は浅野長政と共に都会、秀吉の命を伝えるためにトンネ城に入り、石田三成ら奉行衆を待っていたらしいぜ。
そこで官兵衛と浅野長政は碁を打っていて、三成たちは待たされる羽目になったそうだぜ。で、それにムカついた三成たちは藩村に帰ってしまい、そのことを書状で秀吉にチクったみたいだぜ。なんじゃこのしょうもない話は。官兵衛はこんな話が秀吉の耳に入ったらヤバいって思ったのか、弁明するため秀吉の許可を得ずに勝手に帰国してしまうぜ。三成たちを待たせたことより勝手に帰国したことの方がまずくない。その通り、無断帰国は明らかな軍令違反だぜ。官兵衛は秀吉から謹慎を命じられるぜ。官兵衛らしからぬくだらねえミスね。官兵衛はこの件を反省し、なんと出家しているぜ。ここで如水って号になるわけだぜ。出家の理由がまさかこんな感じだったとは。官兵衛が謹慎してた頃にようやく講和の話が持ち上がり、文禄の駅は収束へと向かうぜ。とはいえ講和の条件は全く折り合わず、交渉は決裂して慶長の駅へと向かうんだけどな。これもおなじみの流れよね。文禄の駅では戦闘での出番はなかった官兵衛だが、慶長の駅では燕山城の守備について朝鮮軍と戦っているぜ。やがて秀吉から帰国命令を受け日本に帰っているのだが、慶長の駅の最中官兵衛に不幸が訪れるぜ。あや、どうしたのよ。官兵衛の次男、熊之助が溺死してしまうぜ。彼はまだ16歳ってこともあって中津城で留守を任されていたのだが、朝鮮で戦う官兵衛や兄の長政の力になりたかったのか、年齢の近い家臣たちと船で朝鮮に向かおうとしてしまうぜ。そして不幸にも嵐に巻き込まれ、命を落としてしまうぜ。なんてこった。黒岳にも不幸をもたらした慶長の駅だが、この時期秀吉の体調も悪化してきており、とうとう亡くなってしまうぜ。徳川家康を筆頭とする五大老五奉行は朝鮮からの撤退を決定。これで約7年続いた朝鮮出兵は終わりを告げるぜ。でも秀吉亡くなっちゃったし、豊臣政権は一体どうなるのかしら。この時秀吉の嫡男秀頼はまだ6歳、当然政務なんぞ取れるわけないので、五大老五奉行の合議制で豊臣政権は運営されていたのだが、朝鮮出兵で政権内部の対立が色々と表面化してしまい、その処理に当たっていた五大老筆頭である徳川家康の影響力がどんどん増していく状態になるぜ。そんな中黒岳は家康に接近、官兵衛の後取りである長政は家康の養生をめとることになるぜ。この時期からすでに黒岳は家康との関係を重視してたってことね。そうだな。かなり重視してたようだぜ。すでに結婚していた蜂須賀正勝の娘と長政を離縁させてまで家康の養女と縁組したわけだからな。あら、黒田長政ってバツイチだったのね。で、家康に次ぐ実力者の前田利家も亡くなって、より家康が幅を利かせる状態になると、この後長政を含む七将による石田三成襲撃事件が発生、なんだかんだで三成は沢山で謹慎させられ豊臣政権から追われるぜ。ここから利家のいなくなった前田家は家康に人質を出すことになるのよね。前田家を屈服させた家康は次に会津の上杉景勝にちょっかいをかけるぜ。そして再三の上洛命令に応じない景勝に対してついに軍事行動に踏み切るぜ。会津征伐の始まりね。その最中謹慎中の石田三成が機内で挙兵、内府気概の上場をばらまいて家康を糾弾。三成に賛同する勢力は毛利、浮田のに大老を含む総勢10万近い兵力が集まっていたそうだぜ。っていうのはこのチャンネルではおなじみの流れだけど、官兵衛は一体どんな感じで動いたのかしら。この時息子の長政は関ヶ原の戦いに参加していたが、官兵衛は国元の豊前に残っていてな。とはいえ黒岳の戦力のほとんどは長政が引き連れていったもんだから、官兵衛の元にはわずかな留守部隊がいるのみだったぜ。そんな中大友宗麟の息子吉宗が動き出すぜ。彼は朝鮮出兵の際に下手を打ち、そのせいで大友家は改易されてしまってな。関ヶ原の戦いの混乱に乗じて給料を回復すべく、西軍の毛利輝元に支援を受け動き出したのだぜ。でもこの状況だといくら官兵衛でもおとなしく成り行きを見守るしかないわよね。ふ、甘いな。あの黒田官兵衛が、この状況を黙って見過ごすわけねえのだぜ。大友義宗が攻めてきてはいるが、九州の他の地域の大名は長政同様中央に駆り出され、九州はまあまあスカスカな状態だったのだぜ。この状況に官兵衛はこう思ったのかもしれないぜ。よし、一丁、やったるか。いや、官兵衛は何しようってのよ。そもそも手元に兵もいないわけだし。日頃からドケチで有名だった官兵衛はこの時までしこたま財を溜め込んでいたそうでな。その財産をここで一気に吐き出し、領内の浪人など3600人を雇い入れるぜ。これでもまだ人数が足りないと思った官兵衛は、今度は領内の百姓にも触れを出しさらに人数をかき集めるぜ。結局留守の兵と合わせて9000人を招集したようだぜ。ちなみに長政が連れて行った兵は5000人ぐらいらしいから、急増ではあるが官兵衛は倍近い部隊を組織したことになるな。官兵衛ってやっぱりすげえ。そして大友義宗が文後に向かったとの情報を掴んだ官兵衛も文後に向けて出陣するぜ。大友家改易後の文後はいくつかの大名によって領土が分割されていて、そこには細川忠興の家老、松井康幸も配置されていたぜ。松井康幸は何かあったら官兵衛を頼れと細川忠興に指示されていたようだぜ。官兵衛は文後で様子見を決め込んでいた領主たちを軽く脅して味方に引き込むと、大友軍から攻撃を受けていた松井康幸の居城木月城を救援に向かうぜ。間に合うといいけどねー。木
暁城は本丸まで攻め込まれていたが、官兵の接近を知った大友軍は包囲を解いて撤退するぜ。官兵は松井康之と共に大友軍を追いかけ、両軍は石垣原にて退治、ここで戦闘が始まるぜ。大友軍は鉄砲を打ちかけ黒田軍の戦砲を退却させるが、松井康之の軍は踏みとどまって乱戦になるぜ。松井康之は自陣も覚悟するほどのピンチに追い込まれるが、黒田軍の2番隊が戦いに加わると形勢は逆転し、反対に大友軍を押し込んでいくぜ。さらにここで官兵率いる本隊が攻撃を開始、大友軍の重臣、吉弘宗行と宗像重宗を討ち取り、完全に流れは黒田軍の方へと傾くぜ。戦闘は翌日も続くが大友軍は主だった武将たちが戦死、士気はだだ下がりの状態だったぜ。ここで官兵は森田兵を大友吉宗の元へ派遣、降伏を勧告するぜ。大友吉宗は頭を丸め黒い衣をまとって官兵の元を訪れ、降伏するぜ。黒田軍の勝利ね。しかしここで官兵はさらに進軍、部前を完全に平定すべく動き出すぜ。あら、大友吉宗は降伏させたんだしもういいんじゃないの。大友軍との戦いの前に官兵に従わなかった秋城と富久城を攻撃、解城させると同時に味方に引き込むぜ。これで黒田軍の兵力は1万3000まで膨れ上がるぜ。元は全然いなかったのに、官兵恐るべし。官兵はこの勢いのまま毛利秀兼の守る久留米城を攻撃、解城させると次の目標を立花城に定めるぜ。立花城ってことはここを守っているのは、西国無双こと、立花宗茂だぜ。当然官兵は宗茂の強さは知っており、単独で打ち破るのは難しいと思っていたようだぜ。しかしここで他の地域で暴れていた加藤清正と鍋島直茂が到着、清正の説得によって立花宗茂は解城を決意するぜ。宗茂が本気で暴れ始めたらさすがにヤバかったかもしれないし、降伏してくれてよかったわね。立花宗茂を降伏させた黒田加藤鍋島連合軍はそのままなんか、島津家の領内を伺うとこまで来るぜ。次は島津か。これも強敵よね。しかも島津軍は関ヶ原へ大軍は派遣しなかったもんだから、国元には官兵たちを迎え撃つのに十分な兵力が残っていたのだぜ。これは迂闊に手は出せないわよね。連合軍と島津家の睨み合いが続く中、ここで関ヶ原の戦いで勝利した徳川家康からの停戦命令が届くぜ。島津家は停戦命令を受け入れ、戦う理由がなくなった連合軍も解散。これで後に九州の関ヶ原と言われる一連の戦いは終わることになるぜ。でもなんで官兵は兵を集めて暴れ始めたのかしらね。息子の長政は家康についていたわけだし、動かなくてもよかったように思うけど、官兵がその時何を考えて行動したのか、それを示唆するエピソードが残っているぜ。関ヶ原の戦いを終え、国元に帰ってきた長政は官兵にこういう報告をしたそうだぜ。父上、この戦で私は小早川秀明の調略に一役買ったり、戦闘でも三成の腹心の島左近を負傷させたり頑張ってきましたよ。家康様はこの勝利はお前のおかげだよって、私の手を取ってめっちゃ褒めてくれました。するとこれを聞いた官兵は、ふーん、そうか。そりゃよかったな。で、家康はお前のどっちの手を取って褒めてくれたんだよ。って長政に聞いたそうだぜ。なんか官兵変な質問するわね。すると長政は、右手を取って褒めてくれたんですけど、と長政が答えると官兵は、そうか、右手か。なあ、長政よ。その時お前の左手は、一体何をしてたんだよ。それは一体どういう意味なのかしら。そのまま空いてた左手で、家康さしてまえばよかったのもよ。って意味らしいぜ。実は官兵は10万近い東西両軍がぶつかった場合、高い確率で長期戦になるって呼んでたみたいだぜ。その間に九州で暴れ回って各勢力をまとめ上げ、東軍と西軍の勝った方と勝負しようって考えてたって話だな。でも実際関ヶ原の戦いって1日で終わっちゃうのよね。しかもその短期決着に自分の息子が貢献していたと。っていう理由でさっきの長政とのやり取りに繋がるわけだな。官兵最後の大博打は息子の活躍で盛大な空振りに終わったわけね。とはいえ関ヶ原での長政の活躍と九州での官兵の働きは家康に認められ、黒田家は武前中津18万石から筑前52万石へと大幅加増を手にするぜ。おーすげー、ほぼ3倍増。まあ官兵は実は黒田家ゆかりの播磨や備前への転封を狙ってたらしいが、官兵と長政は元は小早川秀明がいた名島城に入るぜ。けどここではこれ以上の城下町の拡大が難しいと判断した官兵は福崎に拠点を移すことにするぜ。そして福崎を官兵の曽祖父、高政ゆかりの福岡村にあやかって福岡と改称するぜ。これが今の福岡ってわけね。官兵と長政はここに福岡城を築城、朝鮮出兵の際の和城築城のノウハウも生かした、それは立派な城だったそうだぜ。官兵は完成した福岡城の三の丸で妻の照と共に長政をサポートしつつ隠居生活に入るぜ。そして官兵は長政や家臣たちにこんな遺訓を残しているぜ。神の罰や主君の罰よりも、家臣や百姓の罰の方がよっぽど恐ろしい。大名ってやつは家臣や領民あってのもんだからな。さすが官兵、わかってるわね。他にも、上に立つ者は家臣に恐れられるだけじゃダメだ。時には家臣の進言をちゃんと聞き入れる広い心を持つようにしなさい。って感じのことも家中に伝えているぜ。これも土星論よね。
とまあ、隠居後もそれとなく長政をサポートしつつ悠々自適な生活をしていた官兵衛だったが、年齢も60近くになってくるとだんだん病気がちになり、療養のため有馬温泉に出かけたりもしていたらしいぜ。温泉療養でちょっと回復したらしく、けど福岡には戻らず伏見の藩邸でそのまま過ごしていたようだが、ここで病状が悪化し、そのまま伏見の藩邸で亡くなってしまうぜ。去年59歳だぜ。以上、これが黒田官兵衛の生涯だぜ。ここまで聞いてて思ったんだけど、官兵衛ってやっぱし天才の名に恥じない武将だったのね。そうだな。戦闘指揮能力ももちろんすごかったのだが、特にいかにして自分の被害を抑えて勝つかって方法に長けていたように思うぜ。交渉で相手を丸め込んじゃうことも多かったみたいだし、孫子の兵法を体現していた武将って感じよね。それにしても関ヶ原の戦いがもうちょい長引いてたら、一体どうなってたのかしらね。実はそれについてなんだが、本編の解説とはちょっと違った話もあってな。え、何それ。別に官兵衛って九州をまとめて東まで攻め込もうとまでは考えてなかったんじゃないかって話もあるのだぜ。え、そうなの。石垣原の戦いの後官兵衛は藤堂高虎宛てにこんな書状を送っていてな。今回私と加藤清正が占拠した領土については、家康様に話を通してもらった上で、秀頼様から私たちに与えてもらえるように井伊直政殿に伝えてくださるようお願いします。って感じだな。それ聞くと官兵衛って完全に家康派として動いてるように聞こえるわよね。そうだな。恩賞の約束を念押ししてる内容だからな。ってことは長政との家康を刺すとか刺さないとかのエピソードって、創作じゃね、とも言われているな。とはいえ官兵衛なら壮大な展望を持って関ヶ原の勝者と戦って、もしかしたら勝ってしまうかも。そんな風に思わせてくれる、すごい武将だと思うぜ。それは私もそう思うわ。よし、じゃあそろそろ締めるかな。さて皆さん、今回の武将はいかがだったでしょうか。この動画が面白いと思った方は、チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。次回はコロコロと主君を変えて、戦国を生き抜いた武将を解説します。それでは皆さん、またね。